こんにちは、プルメル TV です。12月に入ってだいぶ寒くなってきましたね。天文学的にはまだ秋なんだそうですけども、もう早いところだとこの辺りでも霜が降りるような、そんな寒さがここのところ続いています。で、お家で育てているプルメリア、皆さんお元気でしょうか？結構多くの方がもう休眠期に入って葉っぱを落としちゃったっていうような時期になってきてるんじゃないかと思います。そんな中でですね、最近床暖房とかであったかいお部屋も多くてですね、最近やっぱりお問い合わせというか質問が多いのが、葉っぱが落ちないで成長するんですけども、固形肥料を上げてもいいですかというような質問がよく入ってきます。で、先日お届けした開放誌にも書いてあるんですけども、基本的に夏場使う固形肥料は絶対に冬場あげないでくださいっていうのは、窒素分がかなり入ってますので、この成長がもう緩慢になっている時期に窒素分をたくさんあげてしまうと、かえって、根痛みというか、根がもう傷んできて根腐れを起こします。で、この時使うとしたらですね、アクティベーターというリンカリだけの肥料とかですね、あとちょっと後ろにいくつか並んでるんですけども、液肥類ですね。液肥もいろんなタイプがあって、あまり馴染みはないかもしれないんですけども、窒素の含まない肥料というのもあるので、そのあたりを使っていただければいいと思います。で、やっぱりですね、眠らないプルメリアに関しては、特にお家の中、照明というか太陽の光も直接当たらないので、どっちかというとその成長をしながら消耗をしていくというような感じで今育っていると思います。LED ライトとか、最近、手頃な価格で手に入るようになったので、LED ライトを照射してあげるというのも一つの、手なんですけども、その際はあまり天井とか遠いところから照らさないで、一番照射的にいい、距離っていうのが5、60センチぐらいの距離ということなんで、ちょっとLED の場合って照射角が狭くてですね、あんまり広くは照らせないんですけども、葉っぱの上5、60センチぐらいのところから照射してあげるといいと思います。で、冬越しの際にですね、大体皆さん失敗されるのが、根元からブヨブヨ腐ってきたよという方が多いと思うんですけども、なかなかこう気づくようで気づかないのはですね、やっぱりこの時期の管理というのはやっぱり根が一番大事です。で、根っこがしっかりしている植物っていうのは、やっぱり耐候性というか低温に対しても、比較的耐性があるような気がします。で、特にですね、まだ落葉していない方、ちょっと根にフォーカスした、管理をしてあげるといいんじゃないかなというふうに思います。で、先日紹介したスーパースライブなんですけども、販売店さんに問い合わせてみたら、もう今年のもう入荷分は全部売り切れたということで、来年もいつ入るかわからないということでした。で、ちょっと他のアメリカの皆さんともいろいろ話を前からしてきた中で、そのスーパースライブを使われている方と、それ以外にもですね、スーパースライブの成分でもあるんですけども、シービード系、海藻抽出物の肥料っていうものを上げている方が結構いらっしゃいます。で、その効果っていうのはやっぱり冬の寒さに強くなるということで、ミネラル分だとか、あと根っこを強くするというような作用が、あるようですね。で、うちでちょっと今使っているのがこれ、バイオウィードという、液肥なんですけども、これも液肥っていうか肥料、厳密に言うと肥料っていうよりも、活力剤的な感じの液肥なんですけども、これもう海藻抽出物そのものですね。で、これは、窒素が 0.2、リン酸が0、カリが 0.3 ということで、もうほとんど三大成分をほとんど含んでないというような、ものになります。で、これをですね、水やりの時に、使うんですけども、他にもですね、酵素系のものとかもあってですね、このカナザイムっていうのがあるんですけども、こんな感じ。これはですね、やっぱり根っこにフォーカスしたものでですね、根っこの、トラブルが起こりにくくなると、で、根の張りが良くなるという、ものなんですけども、これとか、あと水やりで使うとすると、
サスキでだいぶお世話になった方がいると思うんですけど、ラピッドスタート、これも、根の張り非常に良くなります。今年サスキされてびっくりされた方も結構いらっしゃいますよね。とにかく根の張りが良くなるということで、あとこれすごいんですけど、これは私も時々ここぞという時に使うんですけど、見えるかな、ルートバスティックっていうやつですね。これは熱海というメーカーで、熱海の温泉で作ってるわけじゃないんですけども、外国製なんですけども、これは毛根、毛細根が、よく張る、ものになってて、これは私は、ルーチンでは使ってないんですけども、ちょっとここぞという時に、使っています。ただこれらの肥料っていうのは基本的に、水やり時に、使うということで、今まだ室内であったかいところでぐんぐん成長しているという方には使っていただいてもいいんですけども、ちょっともう成長が止まったなっていう方にはあまりちょっとお勧めできないというか、たっぷりあげるとこの時期なかなか土乾かないですよね。なので、逆にこれをあげることによって過湿になっちゃって傷めちゃうという可能性もあるので、その辺の加減が難しいかなということで、根っこをいたわる成分というか根っこの発根を促進する成分で、葉面散布が可能なものっていうのを使った方がいいと思います。で、それでですね、使えるものってそんなにないんですけども、このリゾートニックってやつですね。これも、確か、そうですね、これは海藻由来、さっきのバイオウィード、これですね。これも海藻由来なんですけども、スーパースライブと同じく海藻由来の成分なんですけども、こちらも海藻由来の成分で、これのいいところは、寒中というか水やりの時に使ってもいいんですけども、葉面散布という使い方も推奨されています。で、これはですね、水10リットルに対して5ミリリットルなんで、2000倍に希釈をして、1日に毎日スプレーしてあげるといいということで、葉から吸収させることによって細根の、発育を促すという、根っこの発育を促すという、効果のあるものです。なので、どうしても成長がもうそんなにはしないんだけど葉っぱ落とさないでずっと元気にいるっていう子にはちょっと葉面散布っていうものを試してみてください。で、葉面散布剤、例えば本当は夏場だったらハイポネックスとかの、一般的な液肥を薄く薄めて葉面散布するってこともいいんですけども、この時期どうしても窒素が入ってるので窒素のない、葉面散布剤ということで、こちらでも販売してるんですけども、この、リン酸カリ、それから微量要素だけの入った、葉面散布剤というのもありますので、これも試してみていただくといいと思います。使うときには、こういう、スプレーでシュッシュとやってピュッと出していただくという感じですかね。で、こう葉面散布でポンプに入れるときっていうのは、いつも紹介してるんですけど、1リッターぐらいのこのコンパクトな、加圧式のものが、便利なんですけども、どうしても1000倍とか2000倍っていう希釈だと、本当に 1cc とか 0.5cc とか、少量しか使わないので、こういうシリンジ、化粧品なんかコスメのところでも売ってるのかなとか、あと少量が測れるちっちゃな、スポイトとか計量カップもあるので、そういうものを使っていただけると、便利かと思います。で、このリゾトニックなんかは、ちょっと希釈率が2000倍かな、ただ毎日あげてくださいと、毎日数回あげてくださいということなので、作っといて数日で使い切るようにしとけば、捨てなくても済むので、あげるときにプルメリア以外にも植物育ててらっしゃる方がいらっしゃいましたら、それにもかけてあげると非常にいいと思います。ハイビスカスにしても、他のハワイの植物とか南国系の植物にしても、あまり冬場っていうのは得意じゃないので、そういう子たちに一緒にかけてあげるといいのかなっていうふうに思います。で、元気な子に関しては時々水やりをすると思うので、水やり時にこういうバイオウィードだったりとか、あとはラピッドスタートとかです。
ですね、まあ、そういうものを使っていただいたり、まあ、もう少し、毛根を出したいっていう場合にはこのルートバスティックっていうのもおすすめなんですけども、まあ、基本的にこの時期は、水やりをやりすぎないこと、いくら葉っぱがあってもそんなに吸わないので、夏のように下から流れるほど水をあげるっていうことはあまりおすすめしていません。どっちかというと茎の根元に、まあ、これが茎だとするとですね、この周りに回しかけてあげる感じで水をやってあげると。でお部屋がエアコンとかで乾燥してすぐ土が乾くよっていう場合にはもう少し多めにあげてもいいかとは思うんですけども、まあ、それにしても週に1回とかで大丈夫なんじゃないかとは思うんですけど、まあ、その辺は土が完全に乾いているかどうかっていうのは目視しながら、まあ、あげてみてください。基本的にはもう休眠している株については水は全くいらないので、なんかかわいそうだって言ってあげる方いらっしゃるんですけど、この時期の水やり、それから固形肥料をあげるっていうのは、基本的に休眠株は NG なので、まあ、特にね、かわいがりたいっていうか、もう優しい方ほど可愛がっちゃって、まあ、それが逆に枯れる原因になっちゃうってこともあるので、まあ、よく放置プレイとかって言うんですけども、この時期は過保護にしないってことが冬越しを成功させるコツであると思います。で、まあ、ちょっと今回出した開放誌の第6号には、まあ、ちょっと質問が最近あったことなんかも Q&A のように書いてありますので、お手元に届いてある方、一度ちょっと熟読していただいて、またご質問があるようだったら Facebook グループとかに質問いただければ、今度の号は2月頃かな、一番冬越しで正念場になる時期となりますので、その時にまたQ&A とかいう形で、ご紹介できればなというふうに思います。とにかく冬場は根っこが大事、水をやりすぎると根腐れして枯れてしまいます。それから、まあ、落葉しないであったかいお部屋で生育している株も、基本的には根っこをいたわるような、管理をしてあげてください。例えばそうですね、ヒートマットっていうのを使うっていうのも一つの手で、根っこがあったかければ、結構大丈夫です。はい、というわけで、今回は根っこに関する、お話ということで、まあ、冬越しの中で根っこが非常に大事ということ、それから、まあ、成長をまだしているという方には、こんな、成長調整剤というか活力剤がありますよというご紹介をさせていただきました。隣では、うちの、番組の AD 君がゴロンとしてますけども、おいで。はい、ケニさん、いつも番組の時に一応何やってんだっていう顔で見てるんですけどね、ちょっとこの子も初めて登場ということで、では、また次回バイバイ。ケニちゃんバイバイ。分かった。ではまた次回、お楽しみにしていてください。バイバイ。